みんなで一緒にモンハンライフのアートと言います。今回はリスナーさんより要望が多かった切れ味の解説動画です。切れ味は簡単に見えますが、考え方は少し複雑です。これを知っているかどうかでクリアタイムも大きく変わりますので、ぜひ最後までご覧ください。まずは基本的な知識として、切れ味には攻撃力に対し補正がかかります。例えば攻撃力が190から210の武器があるとします。その時の切れ味が緑から白の場合、表のこの部分の値を攻撃力にかけます。これらをかけた値を期待値と言います。実際にはバフアイテムや開示率など全て計算したものが期待値ですが、今回は切れ味だけで考えていきます。見てもらえれば分かる通り、緑から青は 1.14 倍、青から白は 1.1 倍とかなりの倍率です。逆に切れ味が落ちたときは火力がかなり落ちるのも分かると思います。スキルで 1.1 倍となると攻撃力や隆起活性後と同じです。見ると分かる通り、攻撃力が一番低くても切れ味補正により期待値が高いことが分かります。ではこちらをご覧ください。多少異なりますが、モンスターハンターライズのバージョン3を想定した攻撃力です。攻撃力は250から最大290、違うのは切れ味の長さです。ではどれが一番強いのか分かりますか？答えは一番攻撃力の低い右下です。え？と思った方も多いと思いますが、これが切れ味の不思議です。パッと見では左上が強いと感じる方も多いと思います。実際に修練場では左上が最も高いです。そして正解といえば正解です。切れ味の仕組みは1回攻撃イコール1減少、つまりスキル匠レベル1なら10回分の攻撃に相当します。特定の武器種の攻撃では切れ味の消費が半分だったり、倍以上のものも存在します。実際の映像で見ると分かりやすいと思うので、まずは双剣をご覧ください。切れ味ゲージの周りの色が現在の切れ味です。この場合だと切れ味は緑ということになります。ここに匠を位置付けて青色を10本分出して切れ味が落ちるまで攻撃をしてみます。36ヒットで切れ味が落ちました。次にガンランスをご覧ください。6ヒットで切れ味が落ちました。これは流撃砲の切れ味消費が8ということになります。この切れ味の消費というのを理解していないと、実際には他の装備構成の方が強かったということもあります。4つの装備の期待値はこのようになります。この時点で右下と左上の期待値の差は約50と非常に大きな差があります。では切れ味を10本消費した場合はどうでしょう。差が一気に縮み、攻撃力270が最も低くなります。さらに切れ味を落とした場合、期待値は逆転します。実戦では必ず切れ味は落ちるもので、これを加味したものが実戦の期待値になります。先ほどは攻撃力250が最も強いと説明しましたが、実際は少し複雑です。実戦での期待値はモンスターが移動するまでどれぐらい攻撃するかが一番シンプルな考え方です。これはモンスターハンターの作品によって異なり、あくまで自分の場合ですが、モンスターハンターレースでは50回ぐらいが目安だと思っています。それを考慮したのがこの部分です。自分と同じようにカジュアルで楽しんでいる方なら移動したら飛ぶという方が多いと思います。その場合、各切れ味の割合がここです。この場合だと250の方が高いという考え方です。タイムアタックの方のように戦闘中でも切れ味を意識し、切れ味が落ちた時にすぐ研ぐ場合には290が最も高いです。このようにプレイスタイルにより装備構成で強さが変わるのがモンハンの面白いところです。切れ味50の場合、実際にはそこまで気にするほどの差ではなく、切れ味40の場合でも似た感じで差はほとんどありません。特に切れ味が緑以下の場合、研げる時に研ぐとタイムがかなり変わるというのを知ってもらえたらありがたいです。今作では心眼動機というあまり研ぐ必要のない構成もあり、安定したダメージを稼ぐことができるのも魅力です。
シンガンドンキ以外の構成で研ぐのが面倒という方は、攻撃スキルを捨て、匠や技物、達人芸運用にした方がタイムが縮むということもあります。ただし、ガンランスで砲撃がメインの場合、黄色以上でダメージが同じなので、切れ味がそこまで重要ではありません。さらにガードエッジにより、切れ味が回復できます。他にも、手数が多い太刀や双剣の場合、実戦での切れ味が60から80本分、体験やハンマーなどは40本分ぐらいのイメージでもいいと思います。ちなみに盾やタックルの攻撃は切れ味の消費がないため、片手剣の場合はプレイスタイルにより大きく異なります。この辺は実際のプレイ画面でモンスターが移動した時にどれぐらい切れ味を消費しているのか目安にするといいと思います。参考として攻撃回数でどれぐらい切れ味ゲージが落ちるのか150回分をご覧ください。こんな感じが目安になります。最近出た武器のハイニンジャソードは切れ味のいい例です。切れ味を伸ばす構成と緑以下で戦う心眼動機、切れ味を伸ばす構成では緑から青にした場合、補正は 1.14 倍、ドンキは 1.1 倍と、心眼により肉質が硬い部位は 1.3 倍、モンスターの肉質に左右されますが、期待値だけなら切れ味を伸ばした方が高くなると思います。しかし実戦では達人芸や技物がついていても、攻撃の方法によってはエリア移動までに切れ味が落ちてしまい、差がほとんどなくなります。逆に切れ味が維持できれば強くなるということです。ただし心眼動機はどこを殴ってもいいという安心感から、手数が増えて実際にはこちらの方が強いという方もいると思います。ある意味万人に対応した武器とも言えます。それでは切れ味のまとめです。切れ味は緑から青になると補正が一気に大きくなります。匠レベル1は切れ味を10伸ばす効果です。武器の基本的な攻撃1回で消費する切れ味は1で、匠レベル1イコール10回分です。武器種によって消費する切れ味に補正があります。切れ味の青や白が10の場合、実戦での期待値はかなり低くなります。プレイスタイルによって大きく異なり、攻撃スキルを捨て、匠や技物といった切れ味系スキルだけの方が強い場合もあります。今作では心眼鈍器というスタイルもあり、計算上の期待値が低くても実際のプレイでは切れ味を伸ばした構成より強いという場合もあります。タックルや盾など刀身で攻撃しない場合は切れ味が落ちません。体験やチャージアクスなど刀身でガードする場合、切れ味が落ちます。切れ味を伸ばす構成の場合、緑以下になったら研ぐのがおすすめです。普段からモンスターが移動した時にどれぐらい切れ味が落ちているか見ておくと、自分に合った装備構成が出来上がります。以上が切れ味に関するまとめです。ぜひ自分のスタイルに合った装備構成を作ってみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。もし参考になりましたら、評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ぜひこちらの動画もご覧ください。